どうも、岡田千恵里担当プロデュースのテクタンと申します。いや、急に結果発表始まりましたね。はい、ということで、本日はステージ4シンデレラ本戦結果発表ということで、こちらの結果発表を見ていきたいと思います。結構ね、もう夜も更けた時間になってしまって、それまでちょっとまだ見れなかった。なのでね、もうツイッターも見ないようにしてて、やっと結果が見れるということで、ちょっと見ていきたいと思います。10位だけね、もう何もボタン押してないのに急にパッとね出てきちゃったわけなんですけれども、はい、今回の本戦に選ばれたアイドルちゃんいたんですけれども、私は、副担当の、ナオにずっと投票しておりました。ということで、まあ、ずっと投票してたナオが何位に入っているか、そしてシンデレラガール、今回ねこの形になって初めてのシンデレラガール誰になったのか、その辺も含めて見ていきたいと思います。ということで、10位はまゆでございます。はい、これ何万票になるんですか。436万ということで、じゃあ、まあ、次々また見ていきましょう。はい、ということで、9位はなあちゃんですね。A グループで1位でしたね。ということで、なあちゃん9位でございます。はい、そして、8位ヨシノンでございます。ヨシノンが C グループやったかな、1位でしたね。1位続き来ますね。 C やね。はい、じゃあ次、7位いきましょう。なお、ここで来ましたね。いや、ここ数年ね、5位以内入ってて、そこの楽曲いただいていたんですけれども、まあ、今年は5位以内には入れなかったということで、うわー、残念やなー。まあ、でもね、7位ってすごいと思う。まあね、まだね、A グループの曲しか来てないっていうのもありますので、まだまだね、こう総選挙、こう、上位ランクインおめでとうの回はね、まだまだ残っておりますので、まあ、そちらもね、楽しみに、まあ、していきたいと思います。では次行きましょう。6位、シュガハですね。シュガハが B グループの、1位、やったかな？グループで、まあ、1位になってるアイドルちゃんがね、こぞって出てきてるんですけれども、こっから先が5位ですからね、まあ、どんな感じになってるのか、見ていきたいと思います。さあ、こっから演出が変わるんじゃないかな。さあ、499万票、ほぼ500万。ランクインしたアイドルちゃんは？はい、はーちゃんです。ということで、D グループ1位のはーちゃんが5位に入賞っていう言い方でいいかな。しました。おめでとう。はあ、みんなにめっちゃすごいキラキラの魔法をかけてもらっちゃった。はあってば、やっぱりみんなのアイドルだということで。はい、5位おめでとうございます。そして次、4位。4位が、強い、かえでさん、強いわ。強いわ。シンデレラガールにね、選ばれたことがあっても、なおまだね、この順位にね、ずっとランクインし続ける、本当に強い。皆さんが教えてくれました。私はこれからも輝く未来に羽ばたける、優しい皆さんの導きと共に進むのだと。ということで、4位は楓さんが来ております。はい。そして、3位。さて、はい。ということで、3位は、愛子ちゃんでございます。思い出の景色がまた増えました。それは支えられて歩んだ今日までの道、そして今、目の前に広がる幸せな景色です。ということで、クールクールってきて、パッション、
愛子ちゃんが来ました。おめでとうございます。ということで残すところ2人になりました。さあ、まあなんとなくこのアイドルちゃんなんかなっていうのがね、予想はしつつ、でも1位が全然ね、わからないですわからないです。ということで、まあ、2位見ていきましょう。あ、なんか急に票数跳ね上がってない。773万。あれ、さっき500万台じゃなかったっけ。急に跳ね上がりましたが、ということでシキニャンでございます。あ、シキニャン、今年シキニャンかなって思ってた部分もあったんですけれども、ふむふむ、私は多くの人から希望を託されてここに立ったわけだ。いいよ、答えてあげる。退屈しなさそうだし。ということで、ちょっと待って、もう押しちゃったから飛んじゃったけど、はい、シキニャンでございました。2位ということで、まあ、タイプは3タイプ揃いましたね。キュート、クール、パッションということで、まあ、今年はシキニャンかなとかっていう風に思ってたんですけれども、そのシキニャンを超えて、さらに800万超えて堂々1位なったアイドルちゃんは、はい、ということでイブちゃんですね。すごい、イブちゃん、あれなんていうとき、プレイオフやプレイオフから勝ち抜いて、そしてそこからさらに1位になるまでの票を集めた。これはなんかすごい、なんていうか、このなんていうの、この形式、この形式になって、プレイオフ勝ち抜いてもまだまだ未来があるというのをこう見せてくれて、そして1位になり、シンデレラガールになり、そしてボイスも実装されるという、すごい、これは結果になりました。すごいね。ということでイブちゃんのセリフを見ましょう。みんなから素敵な声をいただきました。応援は心が温かくなる贈り物、お返しに私は笑顔をお届けしますね。ということで堂々の第1位 SS レアアイドルとして登場予定、ボイスも実装されますね。ということで、この5人でのイベントやなんやらかんやら、楽曲、衣装ということで、結構先になると思うんですけれども、まだ BCD のグループがね、楽曲制作されていませんので、そういえばこんなんあったっけ記憶がね、もうこの特典とかの記憶がね、もう1年前の話になるじゃないですか。確かね、それぐらい前の記憶が。 3D で配信番組出演決定、いや楽しみですね。ということで、結果発表を見ていきました。1位から5位、こちらの5人アイドルちゃんはイベントや、3D の配信があるということで、そちらも楽しみでございます。はい、そして、10位まではこのような感じですね。さあ戻りまして、はい、まあ一人一人のね、10位からのアイドルちゃんの感想はね、まあ、一人一人話していったんですけれども、いやー、これいつからやってたか、ほんまに1年かけて、まあ長い総選挙だったんですけれども、いや、ここでイブちゃんがね、シンデレラガールに選ばれることによって、まあ、堂々とね、この幕を閉じたという感じでして、まあ、ここからね、また楽曲とかもね、イベント来ると思うんで、まあ、当分の間総選挙のね、実際の活動とかは何もないと思うんですけれども、まあ、来年以降になるんかなとか、どうしていくんかとかはちょっと気になるところなんですけれども、今はね、この結果、こうどんな曲ができるとかをちょっとね、楽しみに
ざっとちょっと振り返ってみましょう。予選 A はこのような感じですね。まあ、こちらの曲だけ今のところ発表されております。はい。そして B グループでございます。はい。そして、C グループからの D グループ。そして、本戦進出を果たしたプレイオフで本戦進出を果たしたリブちゃんが堂々第1位となっております。はい、ということで、今回はこちらの総選挙の結果発表見ていきました。またこれからどんな感じになるのかちょっと楽しみにねしていきたいと思います。ボイスもね実装めちゃくちゃ楽しみです。はい、ということで、今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。